現金時もやっぱりちょっと、うん、辰巳さんって言ったらちょっと違うじゃん、はいはい、ロッカー入れなかったですけど今もそんな感じ。なんかどうなんですか、辰巳監督って怒ったりしてなかったんですか。怒るというかその、いや怒るよ怒るよ、で言っちゃっていいかな、怒るよ全然直接言う感じなんですか。言ってる言ってる、えその方がいいじゃん逆に。まあまあ確かにそうですけど、うん、怒るんですかっていうぐらい多分怒ってなかったから。いやなんかそういうイメージです、うん、だから怒った時にすごいよね、やばいみたいな話になるみんな。でも今って僕現役を何年か一緒にしてるんですけど、してない子の方が後で多いじゃないですか。わかる、はい、だあわかるそれね、あ普段俺感じたことある。それすごいみんなフレンドリーだなっていう外から見てて、えちょっとそこまで喋ったらあかんやろっていうことがある。岡林はいやかんかんかんでも言えない、言えない自分がおいちょっとやめ、ストップしろみたいな感じはある